8月中旬、白老の滝から天空の滝を訪ねるリバートレッキングツアーです。白老の滝に向かって降りていきます。大雨の後なので、いつもより水量が多いです。白老川の本流が見えてきました。美しすぎる水の色です。白老川はどんなに大雨が降っても水が濁ることはありません。逆に増水した方が水の色がきれいに見える、不思議な沢です。白老川に沿って上がっていきます。白老の滝が見えてきました。雨上がりの滝は迫力満点です。上の奥にも上段の滝があります。滝壺の水は美しいエメラルドグリーンです。滝の前に虹がかかっています。暑い夏は泳ぐこともできます。どれだけ長い年月で滝が壁を削ったのでしょう。
白老の滝から岩名沢を上がって天空の滝へ目指します。水の色が青く澄んでいます。神秘的な水の色です。白老川の中でも岩名沢が一番青く見えます。緑色凝灰岩が最も露出している沢です。緑色凝灰岩は1300万年前にユーラシア大陸から日本が引き剥がされて時にできました。日本海の奥深いところで海底火山が爆発して、その時に海底深くに火山灰が降り積もりました。火山灰が冷えて固まった岩石で、海底深くの水圧と下からのマグマの高温の熱で青く変色した岩です。グリーンタフとも呼ばれています。日本創世期にできた珍しい岩石です。日本中のいろんなところで見られますが、これだけ純粋で綺麗な緑色凝灰岩が露出している沢は他にはありません。大雨が降ると岩についた汚れが洗い流されて、よりきれいな青い岩盤が現れます。大雨の翌日は青い世界を楽しめます。
水の透明度も高く、川の底まで見えています。沢登りは変化があるので、歩いていても飽きません。次々と景色が変化します。緑色凝灰岩は水に濡れても滑らない特性があるので、水に濡れた岩でもグリップが良くて滑って転ぶ怖さがありません。こんな激しい水流でも難なく上がっていけます。水の中の方がぬめりがなくて滑りません。沢登り初めての方でも安心して歩ける沢です。水面に落ちた木漏れ日が輝いています。
なめとこが出てくると楽に歩けます。青い岩盤が出てきました。小さなゴルジュを過ぎると、色彩街道の橋が見えてきました。橋の真下を通ります。橋の真下にこんなにきれいな場所があります。橋の上からは見えない景色です。
水中カメラを水の中へ入れてみました。本当にきれいな水の色です。天空の滝までの中間地点にある滝に着きました。山の水は冷たくて、10秒つけるだけで手がしびれる冷たさですが、白老の沢の水は暖かいとは言いませんが、なぜか冷たくありません。滝を登っていきます。お助けロープがあるので、慎重に登れば簡単に登れます。
この斜めの滝も頑張れば登れます。いつもより水流が多いので苦労しています。3度目のチャレンジで登れました。なぜか土管が出てきました。林道の下に土管があります。
まるでタイムワープみたいですね。タイムトンネルを抜けると天空の滝が見えてきます。白老の滝から2時間で天空の滝に着きました。二つの秘境の滝を結ぶ素晴らしいコースです。大雨の後で水量が半端ないです。ものすごい迫力です。滝の左側の斜面にエゾアジサイが咲いています。こんな規模のエゾアジサイの大群落は見たことがありません。8月中旬に満開に咲きます。滝に向かって果てしなくエゾアジサイが咲いています。天空の滝に天空のお花畑です。まさか沢登りでお盆休みにこれだけのお花畑に出会えるとは思いませんでした。本州では6月の梅雨の時にアジサイが咲きますが、北海道では8月にアジサイが咲きます。秘境、白老の滝から天空の滝へと2つの秘境の滝を結ぶコースで、清らかな青い水の色とゴールの天空の滝では美しい青いお花畑を見られました。想像を絶する素晴らしい青い世界の山旅でした。